ミリー・ケイサダは、ドミニカ共和国出身の歌手。本名は、ミラグロス・ケイサダ・ボルボン。メレンゲの女王と呼ばれている。女性メレンゲ歌手の先駆けで、ラテンアメリカでは1980年頃から知られる。これまでに、ラテングラミー賞、ビルボーズ賞、プレミオスロン・ヌエストロ賞、カサンドラ賞、エルソベラの賞などを受賞した。幼い頃から音楽に関心があり、 1975年には、兄弟とグループ、ミリー・ジョセリンロスベシノスを結成した。メレンゲはもともと男性だけが歌う音楽だったが、ミリーは女性で初めてそれを歌い、今までのマッチョ型というイメージを破った。1995年には、RTP レコードレベルからメレンゲアルバム、エントゥスマノスを発売。このアルバムのプロモーション中に、ミリーの夫、 マネージャーのラファエル・バスケスが突然死し、ミリーは音楽活動を一時休止した。その2年後に再開し、今のペドロ・ヌネス、デル・リスコマネージャーとソニーから新しいソロアルバム、アスタ・シエンプレを発売し、大ヒットした。1998年には、エルビス・クレスポと一緒にパラ・ダルテ・ミビダというデュエットを結成し、アルバム、ビブを発売、大ヒットした。2003年に、 ラテングラミー賞のメレンゲアルバムオブザイヤー部門を受賞。ドミニカ共和国の女性歌手でこの賞を最初受けた女性アーティストになった。2006年にアルバム MQ を発売し、またグラミー賞を受賞した。2009年にソロフォルタスを発売し、ドミニカ共和国だけで1週間で5万台を売り上げた。シングルチェックアルポートットアが大ヒットになった。 2011年には、グラミー賞受賞、フアン・ルイス・ゲラと一緒に、トーマ・ミビダというデュエットを結成し、アルバム、アキエスト・イオを発売。アキエスト・イオというアルバムは、ビクター・マヌエーレとティトニエーベスとのコラボレーションが、含まれている。シャキーラの曲も含まれている、L を受けます。2012年に、ラテングラミー賞のコンテンポラリー・トロピカル・アルバム・オブ・ザ・ イヤー部門とトロピカルソングオブザイヤー部門も受賞。人気オーディション番組アイドルプエルトリコの2013年よりスタートする最新シーズンの審査員としてミリーが参加することになった。2017年にラテンアメリカで有名なミュージックフェスフェスティバルプレシデンテにてライブを行った。今までのフェスティバルプレシデンテでミリーは女性歌手として最もパフォーマンスしている歌手である。 2018年にエルソベラの賞やプレミオスロン・ウエストロ賞にパフォーマンスをした。2019年に新しいアルバムをリリース予定。デコロレスはイリーガルスとのコラボ曲である。iTunes、Spotify や YouTube などでニューシングルとしてリリースされている。デコロレスとカキのシングルは新アルバムに含まれている。イリーガルスと並びに 新アルバムは、ジアルベット・サンター・アロ・サー、アンソニー・サントス、パバル・ヌネズと、ヘクター・コスタ、エル・トリトとのコラボ曲もある。ありがとうございます。